はい、というわけでこれ今日いる場所が総社市の国道185線の、高橋市に向かう道にいるんですけども、今日はねちょっとこちらです。新しくねできたということでやってきました。はい、というわけでね、岡山県にはねこれで3店舗目ですね。ですけど以前はね倉敷市の津良島の方に行ったんですけども、今日はねこの総社市のちょうど交通量のね多い場所に来てます。だからここの通りはねバビに行ったりとか、それこそ岡山市内で、高橋、新見、鳥取と結構ね場所的にいい場所なんですけども、ちょっとね気になって、今日は来たんですけども、自販機センター総社本店と書いてます。でこのね入り口、このタバコのタバコ売り場みたいなね、昔のでもこれねまあ、モックというかね本物じゃないということで、タバコを販売しておりません。昔の、オブジェは昭和のオブジェは残しましたと。以前何かあったんでしょうね。でこの商品いろいろとあります。ちょっと早速ね入っていこうかなと思います。津山店12月の24日ということで来たわけですけども、冷凍調理が必要です。ね、ネタがね家系の醤油ラーメン、これ750円ですね。ほとんど750円、税込み、はい、こんな感じになっています。でこっちがの一般的なねこのヌードルツアーズさんの台なんですけど、2台置いてあります。やはり、ね、需要がかなりあるので2台設置したと思うんですけども、まあ、こんな感じで有名店のね、ラーメン、そして餃子25個入りということであります。で調理方法なんですけども、この冷凍なんですよね。だから、普通に鍋を2つ用意して、で解凍しながら麺を茹でてという感じで、詳しくはね概要欄にその YouTube の以前のリンクを貼っておきます。でこっちはまた変わったのがあるんですけど、このバリオはこっちと一緒ですね。で違うのがこの超ごってり麺、ごっつ背脂醤油ラーメン、麺増量中ということ であとこのね上越豚骨ラーメンで、餃子も一緒ですね。でこっちは普通の、自販機になってます。で本当に、ね、この通りとか本当に何だろう、飲食店が多くて、で普通にドライブスルーあったりとか、カレー屋さんあったりとか、まあ、飲食店のねまあ、ちょっと激戦区的な感じなのかなと思います。はい、ちょっとねこの感じがすごいレトロチックで雰囲気がねいいかなと思います。はい、駐車場も1、2、3、4、5、6、7、8台止めれます。止めれるんですけど、ちょっとね注意してもらいたいのが、まあ、特に夜の、ね、場合ね、この交差中に入るときに気づかずにこのバーに当たってしまう可能性があるので、皆さん十分注意してください。まあ、この辺だったらある程度わかると思うんですけども、こっち側はねちょっとわかりにくいので、普通にこの ガシャンとなる可能性もあるので、皆さん、十分注意してきてください。本当になんかインスタ映えになるようなこのタバコのね
いい味してます、ぜひね興味ある方は行ってみてください。今日はこんな感じで、まあ、ご紹介ということで、ご理解くださいませ。で作ってるシーンとかは、動画概要欄に上げてますのでまた確認してみてください。ありがとうございました。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。